Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんな時でも神様が共にいてくださる。Rejoice, rejoice, rejoice.いつも喜ぼう。どんなことでも神様が益としてくださる。悲しい時も苦しい時もどんな時でも神様に心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんなことでも神様がえきっとしてくださる。悲しい時も苦しい時もどんな時でも神様に心からの感謝と賛美を捧げよう。 Rejoice, rejoice, rejoiceいつも喜ぼう。どんな時でも神様の恵み満ち溢れる。 Rejoice, rejoice, rejoice. いつも喜ぼう。どんなことでも神様がえきっとしてくださる。いつも喜ぼう。
輝いてる。主の喜ぶものは力だから、この困難もあの問題さえ祝福と恵みに変わる奇跡。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、この困難もあの問題さえ祝福と恵みに変わる奇跡。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だ。ありゃおりゃおりゃんだら、すべての事柄を感謝し、また喜び、また私をたたえていきなさいと称します。あなたとの信仰を働かせ、また私に、賛美の声を上げていきなさい。私はそれを喜び、またあなたを強めよう、また祝福を与えようと称えます。この教会を土台に多種多様な働きが展開する中で、多くのこの教団教派を超え、またノンクリスチャンの方々の団体との関わりというのが数えきれないほど開かれてくると主から言われます。この霊的に見分けることはこの重要であるとともに、実際的な事務的な手続きに関する確認というのはさらに重要になってくると主から言われます。それでこの見分けつつ注意深くなしていきなさいとおっしゃっています。この多様性をこの働きが持ってくるので、その他のグループとの関わりというのは重要となってくるとおっしゃっています。またこの教会を土台としたこの方々との関わりというのは安定したものがありますが、この教会を土台としていない方々の関わりも開かれる中で、ある霊的な不安定さや実際的な面の不安定さというのをこのあなた方は体験するとしか言われます。その中でさらに教会の土台の重要性というのを改めてあなた方はあなた方自身が確認するとしか言われます。さらに私はこの世の終わりに向かっての私の働きを大きく広げていこうとしなさいます。この宣教の宮沢、時が良くても悪くてもあなた方はこの主に従って進めていきなさいとしか言われます。その信仰の歩みを祝福しようとしか言われます。あらゆる時に褒めたたえよ、いつも主に賛美を、皆をあがめよ、主を求めると、主は答えられ私を救い
り出した常しえに栄光主に皆が崇められるように。天皇様、この予言の言葉ありがとうございます。また証、特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学もうとしています。生ける神の主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。皆さんこんにちは。こんにちは。インターネットの方々こんにちは。またこんばんは。おはようございます。で、私たち の教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きに捧げています。で、5月6日から12日までの5万1500円のためにお祈りしたいと思います。これを合わせてお祈りいたしましょう。天皇様、あなたが安定王家教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あなたが会計的にすべての必要を与えてくださり、霊的にも豊かな祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。あふれるばかりの霊的な祝福、金銭的な祝福もありがとうございます。あなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんにちは。昨日までですね、韓国に行ってきたんですが、そのビデオが出ていますので、これまず映像が出てきていますので見ていただきたいと。2日目までね、はい、まだ最後まで出てないので、3回目に最後に出るかもしれないですね。3回目か7回目の礼拝かどっちかに、はい、2日目まで。もう一回電話しちゃったんや。もう一回電話しては大丈夫だ、ね、俺懐かしい人にも会えたし。
聖地へ。3時 の、はい、あの葬式の時にギフトチームが、はい、あの賛美してもらえますか。ああ いいですけど。そうですか。もし総長就任式に やってくださるのは非常に名誉でいいと思います。ああ、괜찮으신거예요。네괜찮대요。괜찮아요。그러면우리가설교끝나고거기에목사님들이굉장히많이오시니까거기서좀찬양을좀부탁한다고。저오색교가메시지가왔던時に、あの明日たくさんのあのパスタたちが韓国中のあの来てるの代表的なあ来てるんですけども、その時にちょっとあの参加していただき。スタッシュの見舞い喜び踊ろう、すべて主は御手の中で栄とされる。 Sing, sing 喜びと賛美の声あれ、主に感謝と賛美を捧げ続けよう。あの両親は両方ともクリスチャンだったんですけれども、その中で、殉教者の地また祈りですね。キム先生とあのお会いしたって書いてあって、それでね、あの赤く書いて、あ、これで終わりですね。はい。あのまだあの続きがあるんですけれども、あの、第3か第7で出てくるということですので、ですよね、多分ね。ということでよろしくお願いします。それで、お祈りありがとうございました。最終的には急遽決まってきたので、あの、その動きがね、最後にどうなるか分からなくて、
また、あの奉仕を頼んだ教会も急に言ったのでどうかなと思ったんですが、受け入れてくださって、でいろんなこう神様の働きが起こったことは感謝です。でその中 の、 あの中心的なポイントというのは、韓国における教会形成ということを示されてこう言っております。で韓国に教会を作ることはずっと示されていたんですが、まだ信仰の踏み出しをしてなかったんですね。それでまず信仰の踏み出しをしようということでこう言ってきましてですね、また韓国も今ちょっと難しい状況になっているようで、1600万人いた、クリスチャンが800万人になっていると、まあ、他のところでは1200万人いたクリスチャンが800万人になっていると、まあ、どちらにしてもちょっと急速に、クリスチャンの数が少なくなっているというね、そういうことも聞いております。まあ、あのですから韓国でも今、時なのかなとこういうふうにこう感じるわけですね。それで、教会形成のために霊の戦いと、それからまず信仰の踏み出しとして集会礼拝を行うと、これを、一つ目標としてこういきました。で韓国の場合は、アメリカは100以上の教会を作るということを、ね、示されてそちらに向かって動いているんですが、まあ、数個できてくるだろうとこういうふうにこう感じます。またその中の一つはソウルに神様導かれるだろうということですね。その歩みをしましたけれども、その中で興味深かったのはですね、まあ、あの誰も来なくてもともかくこちらの信仰の歩みなの で、 で行こうということだったんですが、ちょうどキム先生が来てくださってですね、白馬とかいろいろ来てくださっている方なんですが、ちょうど1日前に、韓国に来られたんですね。だからぴったりの、そしてソウルに、ね、ご自宅があるそうで、そして来てくださって、それからもう一人の方ですね、その方も来られたのでですね、まあ、これはびっくりしましたし、もうこれはもう勝手にね、あの主の印としてね、ちょっと考えております。それとともにですね、最初 の、 あの集会ではですね、ハン牧師のところに行ったんですね。ハン牧師も、次の日に、大学の大学と大学院の総長の就任式があって、その大事な時にその前の日に取ってくれたんですね。まあ、我々がこの日どうですかって言って急遽取ってくださってですね、あのこう言ったんですね。そうしましたら、このハン牧師が結構偉くなってまして、まあ、大学の総長ね、大学院の総長だから、これもすごいあの一つの立場をね、あの与えられたわけですし、また同時にですね、本を出版していて、なんか一般で、ベストセラーを書いたということで、ちょうど働きがね非常に、進んで、おられたんですね。またそこで、奉仕をしましたけれども。まあ、向こうもこう祈ってくださっているので、だから例えば技術が歌っても非常に強い聖霊様の働きが起こるわけですよね。それとともにこちらが奉仕しても、聖霊様の働きが起こってですね、非常にあの神様の技があの起こりました。またハン牧師とも、共に、ね、協力していきましょうということで、まあ、行ったり来たりしながらやろうということで、またハン牧師もですね、今度の東京カリスマ聖会に来られることになったのですね。それとともにですね、ギフスの歌がどうかなということで、こう言ったんですが、非常にあの神様が働いておられて、まあ、一つはあの韓国の方々が祈ってくださっているので、例のちょっとね働きが違うということもあります。それからまたギフスがちょっと上手くなっているということもあるのと、それともう一つはですね、バリエーションがあるんですよね最近。ですから、輝く光の中でとか永遠の愛とかね、そういう基盤となる歌とともに、またちょっ と、ダンスの英語版ね、あのちょっとあのレベルの高い、ね、そのブラックゴスペル的なこう歌でしょ。それから君は愛されるために生まれたと、それからあのダンスの日本語版のどんだかどんだかどんだかのですね、だからあのこれがあのかなり効いてましてですね、非常にハン牧師のところでも次の芸能人の教会のところでもですね、用いられたのですよね。ですからあのこれは本当にあの、驚きました。でそのバランスの中で特に、どれが一番いいかって聞いたら、どんだか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 のダンスがいいってね。 もちろんあの、純福音だから賑やかなのが好きなので、そういうこともあると思うんですけど、非常にねそれが受けていてですね、ってね、あのこっちがちょっとびっくりしたあのほどだったんですね。で、あの具体的に、
前に行った時にはね、なんか改宗に押されてるような感じもあったんですが、今回は、もちろんね、周りが祈ってるから、あの聖霊の畑が特に強くて、ぐーっとこう主が働いてるぞっていうことをね、感じさせるあの働きになりましたね。それで、ハン牧師さんも、就任式っていうの公の場でテレビが入ってきて、でいろんな偉い先生方が来る場所にですね、ギスを招いてくださったんですね。で私ねちょっとね、その時あギス歌うのはもしかしたら御心じゃないかなと思って、でちょっと祈ったんですね。御心だったらギスがそこで歌えますようにってね。そうしましたら、そういう道が開かれてね、そこで歌えたっていうのは非常に大きな祝福でした。それとともにですね、最終日に行ったところは、映画監督がやっておられる教会なんですね。そしてそこにあのプロデューサーが来てたり、いろいろ映画関係のミュージカルスターが来てたり、踊りの人が来てたり、メイクの人が来てたり、そういう教会なんですね。で最初、急に頼んでるのね、こっちの方でね。だから人は来ませんよって、もう5人ぐらいとか言ったから、本当に5人ぐらいだと思ってこっちも気楽で行ったんですね。そしたらいっぱいいたんですね、具体的にね。それからあの最初にご飯食べさせてくださる時に、あのハン代表がね、我々を連れてってくださったんですが、韓国の伝統料理ですよって言うから、あの伝統料理食いに行くんだなと思って、みんな伝統料理伝統料理伝統料理とこういうふうに思って行ったんですね。そうしましたらですね、まあ、前にあの教会の牧師が立ったんです、あの座ったんですが、その教会の牧師が監督であって、そして最近ねブラックゴスペルって映画を作ったんです。でドキュメンタリーなんですが、あの日本とちょっと違うんですね。ドキュメンタリーの映画はあの一般の映画館で放映するんですね。240何巻の映画館で放映したところだったって言ってました。それからもう一人はやはりあのいくつかの映画を作っておられて、そして、なんだっけ、シルミドっていうね、日本でも有名になった映画があるんですが、その制作者です。そしてまだいろいろ日本に入ってきた映画も作ってる方がいて、そしてクリスチャンの映画を作ってるんですよね。でその方々が来られちゃったんですね。ですから映画を実際にやられている方々で、活躍されておられる方々ですよね。まあ、だからまあびっくりしたんですけど、そしてその話の中でちょっと悩んでおられて、商業映画なんだけど、そのキリスト教の映画となるとやっぱり韓国でも非常に興行収入が難しいということを言っておられたんですね。それで日本では動きが、ね、取れない状況であると、ね、こうおっしゃったんですね。それでブラックゴスペの方は今あの韓国で放映が終わって、そしてね今 DVD にしようとしているところなんですが、日本語の字幕とか日本語の吹き替えがされてないので、じゃあそれはこっちでやりましょうかということね、こちらの方で協力することになりました。ですからブラックゴスペルの方はそれで協力すると。それと東映とか東宝とか、あるいは映画会社にコネクションありますかということでですが、こちら全然ないんですね。まあ、あのサトピーがちょっとあるかもしれませんよね。それでじゃあこちらの方であのそういう関係はないですが、具体的にいろいろね動いてみます。もちろんあのそういうことが開かれる可能性はごくわずかだと思いますしね、それも分かっているわけですね。そして、まあ、仮に開かれなくても何らかのことが起こるかもしれないし、また起こらなかったとしても会議の深まりによって何か起こるかもしれないし、何か見ここではないかということを感じたのでですね、一応あの忍耐の賜物である久保田君久保田君を紹介いたしましてね、そして、やっていただくですねということになりました。ですからこちら側で、まあ、あの字幕とかそういうのはつけられない なので、もちろんの内容は向こうに一応確認してからの話ですけどね、チェックしてからの話ですけど、それをやろうというような形になったんですね。それとあのそのシルミドの方はいろいろね協力環境も持ちたいということで、そしてもしかしたらね、こちらの教会にも来たいと両方とも言ってたので、いずれ来るんじゃないかと思います。シルミドの人は白馬キャンプに来るかもしれないと、こういうふうに言っておりました。そして場合によっては韓流スター連れてくるととか言ってましたけど、要するに韓流スターよく知らないんですよねヨン様とねペヨンジュンと、あのそれから何がだっけ、チェジューは知ってるんですけどよく知ってます
あとは何だか分からないんですね。でも教会にそういう関係の人が多いから、なんかね、映画スターみたいな人が結構いるわけですよ。で、あのもちろん見習いなのかもしれませんけどね。ですから、あのそういうこともおっしゃってたとね、まあ、あのどういう動きになるか分かりませんが、まあ、ともあれ、あの協力関係が始まって、そして映画制作はこちらもしようとしてますからですね、そういう意味で一つあの一歩がね、こう踏み込まれていったかなと、こういうふうに思ってます。まあ、どうぞあのお祈りください。この後あの、韓国との交流が非常に大きくなるというね、そういう予告でしたけども、もう早速ハン牧師が6月1日に来られると言ってましたし、その、ブラックゴスペルの監督の、牧師が、やっぱりこちらに来たいと言ってましたし、またこちらが行くときにはあの、いつでもいいというような形で言ってくださっているので、いろいろあの交流が、ね、深まっていくと、こういうふうに思いますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。ここでノアが出てくるんですね。で、これはノアはキリストではなくてアブラハムとともに信仰の大きな土台となっております。ノアの信仰っていうのはですね、私たちが学ぶべきことがあり、またここから多くの祝福を受けるということをね、見るわけですね。そしてですね、今度はあのノアの箱舟の、映画がありますので、6月の中旬風切りかな、一般の映画で大宣伝やってますのでね、ぜひ皆さんもね見といていただきたいと、こういうふうに思います。で、久保田牧師に聞いたら7割聖書的だったと、こういうふうに言っておりましたのでね、どうぞ皆さんね、本当に7割聖書的かどうか見ておいていただいて、皆さんもちょっとあのノアの箱舟のところの聖書を見ておいてね、その上で行かれるといいというふうに思います。だ映画なので、ね、聖書的である部分も違う部分もあるので、あのそれを見つつね、あの見ておくといいんじゃないかと、こういうふうに思うのですね。そしてですね、ノアは、唯一箱舟でノアの数8人が、救われたのですね。そしてですね、私たちはアダムとイブの 子ですけども、ここで、滅ぼされてるんですね。8人だけになってるわけです。ですからアダムとエバの子であると同時に我々はノアの子でもあるのですね。で、そういう関係を持っておりますね。そしてノアは何かと言いますとね、神様に箱舟を作れって言われたわけですよね。それに従ったのです。神様の語られたことに従ったと。これがノアの信仰の土台です。で、私たちはですね、信仰というとこの語られたことに従う、あるいは語られたことを受け取り従うと、これが一つポイントであるということに気がつきます。ですから神様を信じているっていうのは何かっていうと、神様の教え、約束、あるいは語られたことを信じるっていうことです。だから語られたことっていうことが大きなポイントです。そして私たちが語られたことに従うならば、私たちは神の栄光を見、祝福を見るのです。ですから、あの曖昧に信じているのではないんですね。なんとか神様してくれるだとか、そうではないとかね。例えば、神様の教えにあります、求めなさい、そうすれば与えられます。こうあります。で、これはですね、私たちが祈るならば、求めるならば与えられるということです。ですから、私たちがその言葉に信頼して、これを行うときには技が起こります。でもし私たちがですね、神様が祈ったら答えてくれると思って祈らなかったら何も起こらないと。しかし求めるならば神様が技をなします。ですから言葉が一つポイントの働きとなっているのですね。でこれは誰でもそうです。クリスチャンだったら誰でもそうです。年取っても、若くても、あるいは男であっても女であっても同じなのですね。ベニ君が幼稚園の時にその時にアメリカチーム行ってたんですね、今でも行ってますけど。でその時の差はアメリカチームは必ずですね、ディズニーランドとそれからユニバーサルスタジオに行ったんですね。そしたらですね、ベニ君がユニバーサルスタジオのキングコング、この写真を見てですね、会いたいと思ったんですよね。そしてですね、まあアメリカ行く前になった時にね、お金がかかるじゃないですか。でお金がかかるので、上の2人の子はね、上と下はね、もう諦めちゃった。お金がないと。
行けるわけないと。ところが一人だけですね、神様ってね、あのユニバーサルスタジオに行かせてくださいって、ユニバーサルスタジオで、キングコング見せてくださいってね、一人だけ祈ってたんですよ。別に祈りながら不審さんが私に言ってきました、本当に祈ってるって本当に祈ってる、ユニバーサルスタジオに行かせてくださいって一人だけ祈ってたね、あの不可能な中でですよね。そしたらですね、信仰告白が始めちゃって、で幼稚園 の, あの先生がですね、あの不審さんに言いに来たんですって、あの本当にそうなんですが悲しいですねって、アメリカに引っ越しするんですって引っ越しじゃなくてユニバーサルスタジオに行くだけですって言ってね、しかし信仰の対応を取り始めたのですね、皆さんね。そうしましたら、町の集会に行った時に、こういうのはね、一度だけだった、二度あったかな、一度だけだったと思いますが、私にね献金が来たんです。でその献金指定先はベニ君の献金が来たんです、皆さん。先生、ベニ君の献金が飛行機代だったんですよ、さ答えられちゃったんですよ。そしてですね、そうしましたら他の兄弟も神様神様ってこう祈り始めましてですね、そしてね、いよいよね行ったんです、ユニバーサルのねキングコングね。そしたらこうでしょ、こうやってね、こうやってるわけですよね。そしたらそれを見た瞬間ですね、ベニ君が真っ青になっちゃってですね、ぐーっとこうもう二度と見ないそういう感じになったんですね。でこの時にですね、あのなぜそれが起こったのかっていうと、求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉に従ったからです。言葉に従うかどうかって皆さん大きいのですね。で信仰の土台っていうのは言葉ですから、神の言葉ですからね。例えば、私はですね、お金のことでいろいろ奇跡が起こり始めましたですね。たくさんの奇跡の証を持っております。ところがね、あるところからなんです、あるところからなんですね。それはどのところからかっていいますと、詩篇の34編に、主を恐れる者は乏しいことがないってことが書いてあります。でそれが土台となって、ジョージ・ミューラーは祈って、そして生涯で一度も足りなかったことがなかったって証しています。で私ね、その言葉、あこれすごいなと思ったんですね。で経済的に大変でしょ、生きていく上でね。だからね、私もこれ自分の言葉にしようと思いました。それは死を恐れる者は乏しいことはないからって書いてあるから、死を恐れれば私にも適用できますからね、また皆さんにも適用できますからね。これは良いと思ったんですね。そしてね、私ね、それを土台に乗り始めたんです。いいですか、それを土台に祈り始めてから奇跡が起こったんですよ。その前ね、その言葉は知っていたんですが、私ね、それをはっきりと土台としてなかったんですね。全然違うんですよ、皆さん。働きと技が全然違うんですね。追い詰められた時のことをね、皆さんにこう言いました。何が追い詰められたのかっていうとね、進学生の時にもう何度もお金がゼロになったんですね。それもゼロになった時なんですね。それは何かというと、教会行くのに電車賃がないと、ね、30円しか持ってなかったんですね。で目黒に進学校があったので、30円じゃ行けないんですよね。でしょうがないから歩いてきました。2時間半かかって、ちょっと道がうまくいかなかったのかもしれませんけど、だいぶかかったんですね。そして礼拝に出たんですね。で礼拝に出て、そして説教を聞いて、そして献金の時間があったので、30円やりながらね、で私はあの聖書を思い出しながら、この中の誰よりも私は多額を献金してた、なぜなら私は全財産を献金したからであると、ね、非常に気持ちよかったですよね。そしたらその教会でですね、お昼ご飯が出たんですね。カレーライスかな、で100円ぐらい取ったんですね。でもうゼロでしょ。だからね、私ね、カレーライス食べるのやめようと思ったんですね、具体的にね。それと気づいたら食べてたんですよ。これしまったと思ったのですよ。でお金がないわけでしょ。そしてね、私はその時こう思ってたんですね。こういう試しを受けて、借りちゃダメだ、言っちゃダメだってね、ジョージ・ミューラーも必要を言わなかったので、ところが全て
叶えてくださったって書いてあるから、ね、だから私もねそういう原則で祈ってたんですね。ところがもう追い詰められちゃったのですよ。もう食べてる時からこう真っ青になりましてですね、そして会計係が集め始めたでしょ。だから会計係が避けてですね、こうやって神様お願いしましょう、恐れもな乏しいことはないとあなたは言われましたってね、あなたはこの言葉を実現される方ですってね、今私にお金が来なかったらあなたはこの言葉は嘘だということになります、あなたはだから今この言葉を叶えてくださいまして、もう一生懸命祈ってたんです。全然叶えてくれないでとう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 もう2人ぐらいになっちゃって、で最終的に追い詰められたのですよね。そしたら突然ね役員のご婦人が来て、中垣健一さんの奥さんね、で教会のからのお金ですって言ってね、突然私にくださったんですね。あれはね、会計係に止められる3分前でしたよね、具体的にね。そしてですね、そのお金っていうのは交通費だったんですが、毎月もらってる交通費だったんですが、いつも同じ週に来てたんです。で2週間前に来たばっかだったんです。で絶対来る時じゃなかったんです。その時だけその週のその瞬間に来たんです。皆さんね、この証しをするとずっと長くできるんですね。いろんな方面からね神様やってくださってですね、でその時皆さんね主の言葉に立つと、これです。何を信じるかというと主の言葉を信じるんです。主の言葉を信じるんです。で今言ったのは、聖書の約束の言葉ですよね。例えば問題においてもですね、いいですか、聖書の約束のことは必ず皆さんの問題に適合する言葉があります、ね、皆さんそれに立つのです。立つのです。皆さん具体的にね、ベニー君が脳障害で生まれた時は私すぐ感謝しました。なぜ感謝したか、この後ろに神の計画があるって感謝は言ってるからです。そして私はそこに光を見ましたね。何が起こるだろうとね、癒されちゃうか、障害があっても主の栄光を表すか、どっちかだなとこう思ったんですね。そして皆さんね、その通りのことが起こりました。言葉です。信仰っていうのは言葉に信頼し、言葉を行うことです。これです。ですから重要ですね。例えば皆さんがいろんな問題にこう迷っているなら、言葉がしっかりしてないんじゃないですかね。言葉をしっかりさせると。それとともにですね、祈りの中でこう示されていきます。ですね。例えば私は癒されるっていうのは、祈りました、癒されるように祈りました。そしたらですね、癒されるっていう確信を持ったのです、ね、確信が分からないっていうのは確信が来るまで祈ってないってことです。だから祈るのです。祈り切るときにはっきりと分かってくることがあります。起こる前に分かることがあります。そしてですね、それを握ったのです。具体的にね、で信仰っていうのは皆さん土台があります。言葉です。皆さん言葉に立つのです。言葉に立つのです。そうしますとですね、もう時間がないのであれですが、こういうふうに示されているのに、こういう約束があるのに、どうしてこういうことになるんだっていうことが起こってきます。これもしょっちゅう起こってきます。これは聖書を見れば誰だって起こってきてます。いいですか。アブラハムに子供が生まれるっていうのになかなか生まれなくて、とうとう100歳になっちゃったとかね。あるいはダビデが王様になるっていうのに、ね、サウロに追いかけ回されちゃって、もう逃亡し続けていたとかね、ヨセフが偉くなるっていうのに、ヨセフがですね、奴隷になり囚人になっちゃったとかね、もう逆逆逆です。私だって癒されるっていうのにどんどん体が悪くなっちゃいましたね。もう死にそうなところまで行きましたよね。で皆さんね、そういうことが許されるで、その時皆さんね、私たちがね、そちらに 目を引っ張られてね、振り回される傾向があります。しかし皆さんね、信仰者はこの言葉に立ったのです。ヨセフはね、あそこまでになりながらね、自分 の夢が実現することを信じてたんです。皆さんですね、でこの時皆さんね、しっかりと立つ。そしてですね、信仰者の特徴っていうのはね、最後まで立っていった、最後まで立つ、これがですね重要な意味合いです。
神の働きっていうのはですね、もちろん早く働いてくださる場合もあるんだけど、大体長い、ね、そしてね、最後の最後に来るっていう時が多いです。例えば私がお金が与えられた時に30円とかね、ゼロになった後とかね、そういう感じが多かったですよね。そこまでやる必要ないのにね、訓練があるから、そういうようなことでしょ。だってシャラク、メシャク、アベデネオなんてのはもう最後だって終わった後に技が起こってたりするから、だから皆さんね、終わった後もうこれはダメだ、まあ、アウトになったなと思った後に技が起こったりすることもあるでしょう、ね、で皆さんね、その時に何が必要なのか、皆さん忍耐です。信仰はね、試されるんです。でも皆さんね、信仰が試されるっていうのは、その要するに神の言葉に立った信仰ですよ、ね、神の言葉が真ん中になければ試されるも何もないわけです。どうなるか分からないわけですから、具体的にですね。そしてですね、忍耐を持ってその言葉に立って、それで忍耐を持って対応した者たちに主の技が起こるんです。主の栄光が表せると、技が表せるんですね。ラインホルト・ボンケがですね、言っておりました。最初のクルセードの時にアフリカやったんだけど、ほんのちょっとの人数しか集まらなかったと、ね、しかしね、こう言ってましたね、神様に語られた多くの言葉を持っていたと。そしてね、今すごい働きになっている時にその言葉の成就を見ていると、まあ、言葉が成就したことは素晴らしいんですね。しかしね、その中に一つ重要なことがあります。ラインホルト・ボンケは忍耐したのです。言葉に立ったのです。揺らいだらね、主のところに行ってください。皆さんね、それで聞くのです。もう一度確認取ってください。そしてしっかりと立つ。例えば私が病気になった時に、あなたは癒されるって言われました。それから後年、いろんなところをあなたは回るようになる、私はこうやりましたですね。で私ね、それを握ったのです。しかしね、状況は逆逆逆でしたよね。何度揺らいだか、ね、ああ私はね、とんでもないことを信じ込んでんじゃないかと何度思ったかしれませんね。でその度ごとに主のところに行ったならば、主はね、はっきりと教えてくださいました。これは私の語ったことですと。それで皆さんね、皆さんぐらついたら神のところに行くんです、ね、ぐらついちゃいけないと、頑張らないといけないと、ね、そうする必要はありません。神のところに行ってください、ね、神のところに行ってください。自分で頑張る必要はありません。神のところに行くのです。神のところに行くんですね。そして皆さんね、時が来た時にもういとも簡単に主は技をなさいます。栄光を表せますですね。そして皆さんね、信仰っていうのは言葉です。言葉を土台に、言葉に従うこと、それで約束に従うこと、そしてですね、最後まで従うことということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を表してください。お願いいたします。右手に持っているものを主に渡し、そして主に従うように主が語っておられる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を表してください。守護神の豊かな御働きがなされていきますように言われています。何か告白がちょっと恥ずかしくてできない方がいらっしゃるんですが、これは信仰を用いる上で非常に重要ですので、その告白を、信仰の踏み出しをなしてなしていくように主を語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を表してください。守護神の豊かな技と恵みを表してください。失ったことを数えている方がいらっしゃいますが、失ったことを感謝していくように、またさらにその失ったことが戻ってき、またそれよりも素晴らしいことが与えられます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の肩と精神により癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって命ず、お人お人の肩と精神から病の霊を抑え、イエスキリストの御名によってお人お人の肩と精神から癒されよ、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 癒されよ。イエスキリストの御名によってお人お人の肩と精神癒しを宣言する。腰が悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されました。顎がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。これが癒されました。目が悪い方が癒されました。イエスキリストの皆によってお人お人の可動性に癒しを宣言する。
感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち父とともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。司法の内側をご覧ください。韓国チームは無事帰国しました。お祈りを感謝します。それから東京カリスマで半牧師、先ほど映ってました大学の総長になった方ですね、はい、来られます。風の響きの日中の募集をしております。あと中部政会があります。お祈りください。あと感謝の戦士が4時半から、あとはいつもの通りです。はい、報告早めにお願いします。7月の23日から25日まで本キャンプ、26日のプレキャンプ、白馬の夏の白馬キャンプの申し込みを受付しております。ぜひお早めの申し込みをよろしくお願いいたします。また東京アンテオキ教会の方、直接お手渡しの方は小畑伝道師、大野姉妹、樋口伝道師、あと早川伝道師がいらっしゃいますので、ぜひお渡しください。お待ちしております。伝道部からのお知らせです。今週の土曜日24日、この場所でゴスペルの集いがあります。楽しい交わりの時もありますので、お友達を誘ってきてください。お待ちしています。婦人会からのお知らせです。本日高円寺北2丁目会館で3時45分より婦人会ゴスペルを行います。ご婦人の方々はぜひお集まりください。アレチニカミュージックからのお知らせです。4月25日にザ・高円寺2で行われましたコンサートの模様を収録しました DVD が出ております。価格は2160円です。どうぞお買い求めくださり、お持ちください。三越新聞ではカラーで読める電子書籍版オンザネットペンテコステキャンペーンを行っております。ペーパーでは1年間1万2000円かかるんですけれども、今回は7700円というお値段で提供させていただいていますので、ぜひこの機会にカラーで読めるオンザネットを申し込みいただければ幸いです。はい、いいですかね。それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。